今回ね、このスバあんまが散ってないから、ここら辺でこのスバコラボキャラを出しておきたい。あ、出した。はい、ということで、カグさんが主催するカグプニのゴールデンウィーク杯というものに今回出させていただくということで、まあルールは多分今画面に映っていると思うので、それを見ていただければわかるんですけれども、まあとりあえずこのスバコラボで、めぐみんだけの必殺技の29ステージから45ステージまでの RTA と、でこのスバコラボキャラが足りない場合はニョロロンの E ランクを使おうという話なんで、とりあえずもう一体このスバコラボキャラ出そうと思ったら、まあ赤だったという感じなんですけれども、まあもうちょっとネタ感あるよねまあうだうだ言ってても仕方ないんで、とりあえず育成の方してきます。さあ、ということで準備が整ったということで、やっていきたいんですけれども、あのスマホの今この映ってる画面の上下見たらわかると思うんですけれども、あのスマホを買い替えまして、 iPhone SE 初期から iPhone14 ぐらいになったんで、はい、ちょっとホーム画面なくなったせいでワンチャンちょっとやらかす可能性がありますけど、まあ、そこら辺は何とかしていきたいと思います。ちなみにさっき寝落ちして、起きての寝起きの撮影なんで、はい、さしてください。かかとと。さあ、ということでまずはね、キャベツが、キャベツだっけレタスだっけ忘れたけど、出てないということで、まあ大体のね、めぐみんの打ち方を学びを兼ねてちょっとやっていきたいと思います。まあ攻撃普通にプニを消す時も強いから悪くはないと思うけど、ちょっと普通に遅いな、ちょっと、まあまだ練習だから全然大丈夫。今キャベツを出す練習中だから問題ないけど、ちょっとこのままのペースだと遅いかなという感じで、今回のタイムの目標なんだけど16ステージぐらいかなあるから、まあ13、14ぐらいかな、まあ、そこら辺を狙っていきたいが、キャベツ今度回だ。さあ、ということでやっていきたいと思います。まあ、正直ね、今回めぐみん即打ちでスキル書使うのもありだったんだけど、まあ SS だしそこまで速くないかなっていう感じなんだけど、言うて、いや4分2分はでかいか、普通に今盤面悪い、こういう時に4分2分をなんとかしてくれるのはありがたい。うわ、スキル書使うべきか、まあ、とりあえず一旦これでやっていきたいと思います。そして間違えてキャベツ打っちゃった、ダメなんですよ。そう、これ怖いな。普通に今1ステージ目だったから全然いいけど、これを最後の方でやると私は泣く。普通にプレイ画面から始めたい。さあ、ということで3回目のやり直しやっていきたいと思います。まあめぐみんがどれだけ振ってくるか問題だけど、ちょっとスキル書はね後で使うかどうか決めておきたいが、いやこのスバキャラでさ、振りにくいやついればだいぶ強いなと思ってるんだが、まあ、今回残念ながらいないということで、ちょっとめぐみんだけで頑張っていきたいと思います。そういえばさ、もうこの動画公開される頃にはもう終わってると思うんだけど、カグさんの今回のプニハイさ、メインがさ、視聴者の方が誰が1位と2位かっていう予想するっていう感じで、まあ、かかとと入れてくれてる人いるかなって思ったら2人いてさ、なんか2人も入れてくれたんだっていう気持ちとさ、2人しか入れてくれてないんだっていうちょっと悲しみが今戦ってる中やっているんですが、未だに第1ステージなんですね。はい、もうこだわっていったらマジで一生終わらない気がすんで、とりあえず、まあ、一回ポンって適当にじゃないけど記録出して、え、まあそれを見て、でまあちょっと偵察して他の人のねタイムを聞いて、で、あー、もうちょっと頑張ろうかなみたいな感じでやっていこうと思います。いや、これ12分いけると思ったけど、きつない？なんかもうちょっといけると思ったんだが、って普通にゾンビチョッパー死んでると思ったけど、あー、もったいねー。
さあということでラストワンプレイやっていきたいと思います。まあ時間はね、まあだいぶかかっているんですが、まあ最後なんでまあ最後まで諦めずにやることが大切だと思うので、そう、今はねとりあえず何人かしらの記録を出すことが大事だから、このまま記録出さないでって言ってたら来た、オッケーオッケーオッケー。まあ今できる感じのベストを尽くしたかと思ったら嘘やろ聞いてないって。はい、オッケー、倒すことができました。果たして記録は、そう、裏のステージに着くまでが遠足ですから、さあ最後まで諦めず行きたいが、もうせということで、はい、記録は13分59秒、ほぼ14分。